どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが1月3日の水曜日なんですけれども、 今回の動画は、岡田監督が明かした森下選手の強化プランについてです。さあ、今シーズン2年目を迎える森下選手ですが、現時点で岡田監督はどのようなプランを掲げているのか、この点についてお話をしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、今シーズン2年目を迎える森下選手について、昨シーズンルーキーや、本当にいろんなことを経験しましたが、 94試合に出場し、333打数79安打、打率が2割3分7に、2ベース14本、3ベース1本、ホームラン10本、打点が41。 死死四四球合計40個で出塁率が3割1分クに OPS が691得点圏打率が2割5分という数字です森下選手は今年の春のキャンプ足のコンディション不良によりいいスタートを切ることはできませんでしたがそれでもこの1年間肝が据わってましたよねスタート出遅れという形にはなりましたが強い気持ちを持ってアピールを続け開幕スタメンを獲得ですがその一方打撃不振で2度の2軍落ちも経験しましたそれでも腐ることなく自分を磨き続け勝負強い場面でのバッティングが光り終盤には バッターに定着そして日本シリーズでは新人記録の7打点ということでここぞというところで森下選手の勝負強さが光りましたよね。で森下選手はそんな1年目を置いて 一年目でも一軍で初安打、初ホームランを打つことは当たり前だと思っている。一年目だからというのは関係ない。自分の立場は活躍することが当たり前なのかなと思っていますと、このようにコメント。いやー、この気持ちの強さいいですよね。で、今年のオフは打力アップと、目標の一つでもある20ホーマーのためにバットを改良。平田ヘッドからもオフの取り組みを絶賛されていましたが、二年目はピッチャーとの対戦経験がある中、もっともっと相手を研究して、最低でも20本は打ちたいと。他、まあ、球団の選手の評価を見ても、もっと伸びると。他、まあ、球団目線で伸び 欲しくない選手ではあるけれどもこれから間違いいなくく伸びていくだろうもうすでにそういう目線で見られてる選手で適応力の高さというのが絶賛されてましたからね、まあ、今シーズン1年目を終えて今年2年目が本当に楽しみな選手ですでそんな森下選手に関しては先日の動画でもご紹介しました今年の春のキャンプも臨時コーチで来てくれる予定の赤星さん今年もタイガース9に新たな走塁意識を与えてくれそうですが森下選手に対しかなり期待してるんですよね 森下くんはもっと走れると思う。ランナーに出た時の走力とか見ていたらそう思う。盗塁1個っていうのはいかにも少ないでしょう。2桁はいけると思うし、28個で盗塁用なんだから、走れればそこも狙えるかもしれない。バッテリーは1、2番が出塁すれば、盗塁させないように集中していく。だけど3番が出ても、そういう警戒を解く場合が多いんですと、このようにコメント。まだ今シーズンの打順は未定ですが、岡田監督の期待度から考えて、森下選手が今年も3番で起用される可能性は十分にあります。だからこそ赤星さんは今シーズン2年目、森下選手には ガンガン投類を狙ってほしいそういう思いを持ってるんですでその中で今年も赤星さんと岡田監督の対談があったんですが赤星さんは岡田監督に対し 今年も春のキャンプ、臨時コーチさせていただきます。鍛えるべき選手はいますかと、岡田監督に問うと、森下の足やな。あれはもっと走れると思う。脚力はあるよ。あとは意欲やな。去年は1盗塁か。でもサイン出してないよ。ずっと買っとったから、森下が盗塁失敗して、流れがおかしくなるのも嫌やったから、まあ1、2番に続いて森下まで走れたら大きいよ。大山への配球も変わるやろしな。でも森下はちょっと甲府町の波が激しすぎるわ。調子が一回狂ったら泣かさなあかん。悔し涙を流したら、また元に戻るんちゃうかと、このように岡田節も炸裂。 森下選手といえば去年9月チャンスで空振り三振に倒れてしまい直後に途中交代でベンチで涙を流しました、まあ、岡田監督はお客さんに失礼やと当時森下選手をバッサリ評価しましたがその翌日に代打起用され見事にヒット、まあ、この辺も森下選手の気持ちの強さリカバリー能力の高さが出ています、まあ、確かに1年目は好不調の波が1つの課題ではありましたが、まあ、今シーズン2年目それをより良くしていくことができれば出塁できる確率もどんどん上がっていきそこに盗塁技術が身についてくればより森下選手の個人 成績アップも狙えるんで、バッティング守備てての面においてこの春でどのような取り盗塁、まあ、広い意味で考えると、盗塁になりますが、この盗塁が再度、この日本プロ野球、フォーカスされる可能性というのが十分にあります。というのも、メジャーでは2023年、ピッチクロックが導入され、日本でも大きく話題になりましたよね。で、さらに、ビガーベースという、ベースの拡大案が採用されて、1塁から3塁ベースの一辺の長さが、それぞれ15インチから18インチに拡大。で、これによって、が 4. 5インチ、まあ、センチメートルに直すと約11センチ短くなったという流れがありますでさらに大きく話題になったのが牽制の回数制限 バッター一人につき二回まで。で、三回目は牽制が成功しなければボーク。こういったルールもあって、大幅な盗塁増というのが予想されていました。で、その予想通り、メジャーでは昨シーズン盗塁数が爆増。というのも、レギュラーシーズン合計で見ていくと、2022年が全体で2486個だったんですが、昨シーズン2023年は3503個ということで、なんと1年間、トータルで盗塁1000個増えてるんですよ。まさにもう盗塁祭りですよ。僕もね、盗塁の経験何度もありますけれども、確か にに牽制制の回数に制限があれればもうこれランナーめちゃくちゃゃくく走りりやすくなりますなまね例えば、もう自分に2回の牽制が来れば、まあ、3回目はピッチャー絶対刺さなければいけませんから、もしそのランナーに一切走る気がなく、まあ、3回目の牽制してしまって、悠々戻られてしまえば、もうその時点でボークでランナー2塁に進みますから、それを逆に捉えると、よし2回牽制したから3回目の数は少ないだろう、思い切って行ってしまえと、そういうこれまでになかった新たな思考というのも生まれるんで、この盗塁数爆増というのは頷けます。で、赤星さんはこのルール改定、 について類管が1 1センチ短くなったのも牽制が2級までというのもすごく大きい。 日本で同じルールが導入されれば、福本さんの106個は無理としても、セリーグ記録の76個はできたかもしれませんね。近年、盗塁の価値というものに疑問の声も大きくなってきてはいましたが、戦術的にもスピードを重視した野球の価値が再認識されるかもしれませんと、このようにコメント。メジャーではピッチクロックを導入した結果、平均試合時間が20分以上短縮されて、30球団中26球団が観客増、まあ、こういう全体的な結果も出てるんで、まあ、メジャーの流れを取り入れることも多い NPB がどう動くか、まあ、ここも注目が集まります。まあ だからこそ、もしこのピッチクロックが日本でも導入されれば、足を使える球団、走れる選手が多い球団というのは間違いなく有利になってくるんで、まあそういった未来を見据えても、盗塁王経験者、近本選手、中野選手に加え、まだまだ若い森下選手が走れれば、チームの未来にとってもめちゃくちゃ大きいんです。で、その中で最後になりますが、今シーズン2年目を迎える森下選手、岡田監督の期待度は非常に高いです。というのも川上千尋さんとの対談で、川上さんが森下選手はどうですかと、岡田監督に問うと、森下 可能性あるわな。右バッターっていうのも貴重。最近の左バッターで毎年ドラフトでもいい。バッターいけるけど、右はなかなかおらんよ。朝の外れて良かった。ではないけど、そうなる可能性もあるよな。想像を超える選手になる可能性は十分あるわ。と。このように言及まあ。岡田監督はこう不調の波が激しいとまあ、1回狂ってしまったら泣かさなあかんまあ。こういうコメントも出してはいますが、間違いなく森下選手への期待は高いで、それはやっぱり右バッターという要素も大きいですね。まあ、岡田監督が就任していこうかなり右バッターを重視したコメントというのも結構出してるんで。 で、その中で1年目波みあったものの、2桁ホームラン記録ですから、我々タイガースファンの期待というのもぐんぐん上がっていく。で、森下選手が打つ打たないというのは、チームの勝敗にそのまま直結します。まあ、今シーズンもおそらく一番任されるであろう近本選手は、シーズン100得点を目標に掲げている。得点は僕の中で結構、数少ない数字の目標でもある。リーグトップでも83なのは少ない。ちょっと出塁率が上がったからといって、得点が増えるわけでもないと思うし、まあ、兼ね合いもあるんで、1番の場合は100得点ですね。得点で多いのは、長距離バッターがホームランを ててるるんでででそそれで絶対に得得点点点は1 1入るっっっいうののをを考考ええたたたたらら巨人の岡本本が同率で得点1位だだけどホームラン41こまあ、まあかなとこのようにコメント、まあ、やっぱり近本選手は自分でホームランバンバン打ってそのまま帰ってくるというタイプではないですから、もう自分自身の足で切り開き、まあ長打で切り開き、その後後のバッターが返してくれる、この流れで得点数というのは増えていく。まあだからこそ何番であろうと、近本選手の後ろを打つであろう森下選手のバットは、今シーズンもかなり重要です。で、森下選手は今シーズンに向けて、 後半戦でホームラン10本打てたのを前半でやれれればいいしそれ以上のことができれば前半がダメで後半で上がってきた形だった。シーズン後半で頑張るよりかは、序盤からチリツモで結果を残していきたい。開幕にピークを持っていけるようにトレーニングを積んでます。順調にいけば、前半でいいスタートが切れる。 今やれると自分の中では予想してますと。確かに森下選手が初めてホームランを打ったのは7月の9日。で、そこからわずか45試合で10本塁打まで到達したんです。ですのでこの勢いを前半戦から見せることができれば目標の20本、なんなら30本というのも夢ではない。さあ森下選手の中でロケットスタートの準備はできています。一体2年目どういうスタートを切ってくれるのか楽しみに見ていきましょう。はい、ということで今回の動画では岡田監督が言及した森下選手の強化プランについてお話をさせていただきました。今シーズン2年 年目を迎えるる森下選選手手がが打つつ守るだけじゃななくく力力そして盗塁能力がついてて能いいればより怖い選手になってきますさあ一体どんな進化を見せてくれるのか楽しみにしていきましょう皆さんは森下選手の強化プランについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者5万2 1200人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者5万3000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございましたさあ今シーズン2年目の森下選手一体どんな進化を見せてくれるのか楽しみにしていきましょうではまた